はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コミュニティみたいと思います。初心者の時には気づかなかったギターを弾いている時の様々な雑音が気になるようになりました。特に気になるのは音源した左手の指を離す時に発する音です。制覇した 1,2,3 弦から指を離す時に、ひときわ派手に音がするので悩んでいます。力入りすぎ？入れなさすぎ？押さえる角度が悪い？押さえる場所が悪い？あれこれ考えています。これはね、僕も何度も動画で取り上げてますけどね、音源した左手の指を離すときに発する音、力が入りすぎ、力が入りすぎの可能性もある。入れなさすぎっていうのではないと思います。押さえる角度が悪いこともない、押さえる場所が悪いのもないかな。話す時の雑音の生まれる原因ですけどね。力が入りすぎっていうのも、厳密にはちょっと違うっちゃ違うんだけど、要は話し方がどうなってる か力を入れすぎることで弦が指にグッと密着しすぎて、離す時に指にくっついてくる弦がピョンと離れるみたいなね、そういう感じで音が出る。あとはそうだから、やっぱりね、密着、ちょっと指に食い込んでるような感じで離す時にペコッとペコンと弾く。あとは巻き弦であれば、弦から離れる時に離れ際でスライドしてこすってこすりながら離れるとか、だから押さえる角度がどうか場所がどうかっていうよりも、離れる瞬間にどうしてるかが問題なんですよね。だから例えばね、手がベタベタしてる人とかだと、ベタベタしてる人って、ギュッ、なんかこう離れ押さえて離す時に勢いよく離すとポーンって、押さえたところからパンと弦を離すと、ちょっと弦を弾いてるような感覚に近くなる。で、力入れすぎるとなんとなく指に密着してくぼみができてね、ちょっと離すときに引っかかって離れるとか、で巻き弦だったら押さえてグッと押さえて離す瞬間に横スライドしてこすっていくみたいな、どういう雑音が出てるのかによるんですけど、これはね、雑音の出る箇所がどこなのかによって結構いろいろと対処法は変わってくると思いますけど、でも多分押さえて離す瞬間ペッペッと離れてペッっていうか、なんかパッとね離れてしまう時の雑音が多いんじゃないのかなという気はするんですけどね。これも話し方です。押さえる時にどう押さえてるかじゃなくて、離れる時にどう離れてるかが問題です。押さえる場所が悪くても角度が悪くても、離す時にどう離れてるかで雑音は出る出ない、変わってくると思います。こういう時にね、雑音が出た瞬間どう離れたのかをまずは細かくチェックするところから始めてみるといいと思いますよね。結構ね、なんでこうなるんだろうっていう悩みを持ってる人で、全く解決しない人の多くのパターンの一つ、そういうなんか問題が起こる場所を深く見てないっていう、深く見てないって、深く見ればわかるかっていうとそうでもなかったりもするけど、だから
離れた時に雑音が出るのは、やっぱり原因は離れる瞬間に雑音を出す何かが起こってるわけですよね、うん、だからちょっとその辺を細かくね見ていく、右指なんかもそう、カチッとかビッとかキュッククッとか、なんかこういろんなね右手内で行われてる雑音もいっぱいあるんだけど、それも雑音が出た瞬間、どこが原因で雑音が出るのかっていうのをちょっと細かくチェックしてみるとかね、でもまあいろんなその時その時で雑音が出る原因ってまあまあ種類はあるんでね、答えは一つではないと思いますけど、ちょっとその辺は、話す、まあまずは雑音が出る瞬間、あこの音で雑音が出た、これは4弦で2の指でパッと離した時、でもう一回それをやってみた時に指がなんか弦をこすってる感じの雑音だなとか、ちゃんなんか音が出ちゃってる雑音なのかこすった雑音なのかっていう、その雑音の種類と、自分の動き方と、っていうとこですよね、ちょっとチェックしてみてください。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。